こちらじゃじゃーん。はい、着用してみました。はい、着用してみるとこういう感じでございます。皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。ワークマン公式アンバサダーのサリーです。今日はですね、ご紹介するのは、5月、6月に購入したワークマンプラス、あとワークマン女子でのお買い物品がたくさんあるんです。こちらなんだかんだでね、ちょこちょこ行ってるうちにいろいろ買ってしまいましたので、こちらがショッピングモール店のもので、こちらがね、路面店のワークマンで買ったものになります。こちら紹介していきますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではまず1個目紹介します。ショッピングモール店で購入したものです。じゃじゃーん。こちらのですね、リラックスガウチョパンツ2500円を購入いたしました。これね、前から店内レポに行くたびに私がこれ気になるんだよね、気になるんだよねっていうのを視聴者さんも見られてた方いらっしゃるかもしれませんが、やっぱりね、ついに買ってしまいました。で、これ、ガウチョパンツになってるので、ロングスカートのように見えますが、こう分かれてるので、なんかね、しゃがんだりする時であるとか、まあ足さばきもいいですし、ロングスカートよりもなんかやっぱりね、安心して履けるっていうのがいいなっていうのと、あと無地だとどうしてもなんかちょっとね、落ち着いた印象に見えてしまうので、このね、ちょっとね、柄物に挑戦したいと思っております。パンジーみたいなね、ひまわりみたいな、なんかそんな感じのこんな柄ですね。機能としては UV カット、耐久撥水、ストレッチ、あと花粉ほこりが落ちやすいなどの、まあ、機能性もついているということでね、非常によろしいんじゃないでしょうか。でもちろんですが、ポケットも両サイドに2つ、後ろにもお尻の部分に2つですね。あと真ん中は、基本ゴムになっているんですが、ファスナーのチャック付きで、ウエストに、こちらのベルトもついておりますので、キュッと留めていただくこともできるようになってます。じゃあ早速履いてみましょう。はい、着用してみるとこんな感じでございます。私163cmで、まあ女性では割と背が高い方ではあるんですが、これ L サイズ履いてます。L サイズでも、まあちょっと足首がしっかり出るくらいの長さなので、まあめちゃくちゃ長いというよりは気持ちちょっと短いぐらいですかね。まあでもなんかね、結構電車とか乗るときあんまり長いと引っ掛けちゃったりも私するんで、駅の階段登るときとか、まあ、このぐらいの丈でも全然いいのかなという感じでございます。結構ね、派手柄は上に持ってくるとちょっと着づらい方も多いかなと思うんですけども、意外とボトムスに持ってくると顔に直接来ない、柄が来ないので、上になんかね、シンプルな T シャツでも黒でも白でもネイビーとかでもいいと思うんですけども、そういう色味の T シャツを着たりとか、まあ今ちょっとブラウス着てますけど、こんな感じで使うとね、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。で、生地感もサラサラしていて、すごくね、足にぺったり張り付く感じもないので、これからのね、暑い季節なんかにも活躍しそうな、ガウチョパンツです。はい、続いて購入したのがこちら、じゃじゃーん。これはね、多分ショッピングモール限定かもしれない。限定じゃないかな。希望店によってはちょっと路面店にもあるかもしれないんですが、商品名がですね、ドライサイドパフスリーブワンピース、価格が1780円です。軽くて速乾性があるから、オンでもオフでも着やすい、ポケットにちょっとしたものを入れるにもちょうどいいということで、こちらも吸汗速乾 UV カット軽量、まあ、ポケット付きっていうのを売りにしているワンピースです。で、今季このパフスリーブがワークマンでは結構作られていて、これのね、あと T シャツバージョン、短いの T シャツも出ております。で、こちらは、長いワンピースバージョンですね。で、私これね、試着してM サイズ最初ちょっと着てみたんですけども、なんとですね、ここのギャザーがちょっと私の腕ではね、私もそんなめちゃくちゃ太いわけではないんですけど、まあちょっとたるみはあるんですけども、ちょっときつめに感じたので、あ、これ L じゃないとダメだなと思って L にしたらね、ここはあまり気にせず着ることができました。これもじゃあちょっと着てみましょう。はい、着用してみました。こちら、163cmの私が着てもかなり長めですね。L サイズだと足首がちょっと見えるかな、見えないかなぐらいな感じでございます。素材感がさらっとしたドライの、本当 T シャツをそのままワンピースにしたっていう感じなんですけども、張り感がある感じの素材なのですごくですね、きれいめに着られる感じもある、きれいめだけどもカジュアルに着れる感じがちょっと面白いワンピースだなというふうに感じてます。でちょっとここのパフスリーブとかがちょっとアラフォーにはちょっと甘すぎるかなとも思ったんですが、多分色味がそこまでちょっとねくすんだパープルみたいな感じなので、そこまで甘くもなりすぎず意外と着やすいんじゃないかなと思っております。でポケットですが、ワンピースって普通はあんまりポケットついてるもの少ないんですが、そこはサクスガワークマンということで、ここにですねポケット、ちょっと中のあれ布を出しちゃいますけど、ここにポケットがついています。このままゆるっと着てもらってもいいし、なんかちょっとウエストマークしてなんかキュッて結んでもらってももしかしたら可愛いんじゃないかなというふうに思います。1780円はね本当に安いですよね。でここでじゃあちょっと3つ目の商品も紹介したいと思います。じゃじゃん、ちょっとね可愛らしい系の麦わら帽子も買ってみました。こちらレディースペーパーハットメトロで、サイズがフリーサイズの980円です。これはね素材が本体が紙が60、ポリエステルが40だそうです。リボンがちょっとなんか可愛いなと思っていて、これがリボンがねなんか麻が 70% 入ってる、ちょっとカサカサっとした感じのちょっと夏らしい感じのね可愛らしいリボンがついております。で割と私は普段麦わら系の帽子かぶる時はもうちょっとメンズライクな方が好きなんですが、なんかこれとこうでしてやるよっていう感じで やってみたかったので、こちらの帽子を購入してみました。はい、でかぶってみるとこういう感じですね。なんか結構ワンピース自体がすごくこのまま何もウエストマークしないで着るとシンプルになるので、あえてこういうちょっとねリボンとかがついてる帽子なんかかぶってもらうとちょっとね女性らしさも増して可愛いかなとも思うし、普通に紫外線対策にもいいかなと思ってます。結構私はねキャップ、帽子だとキャップが大好きでキャップはたくさん持ってるんですけども、意外とこういうね女性らしい帽子は持ってなかったので980円で買えてねめっちゃいいなというふうに思いました。なんかカラーも2色ぐらいあったかな。はい、続いて紹介したのがこちら。これは多分あんまり他の店舗で売ってるのを見たことがなくて、これねこの間テレビ撮影でですね池袋店に行ったんですね。ワークマン女子の池袋サンシャインシティ店に行った時にたまたま置いてあって購入したのがこちらのワンピースです。ちょっと珍しいから買っちゃったっていうのがあるんですけども、これはですね商品名が超速乾ワンピースの L サイズを購入して値段は1780円でございます。これも一緒だね、同じシリーズかな。これドライストレッチライトっていうね、これはこれのパフスリーブのに比べると丈は割と短めになりますので、ちょっと後で着てみますけど、もしかしたら1枚で着ると足が結構出ちゃうのかなという気もしています。なのでなんか黒いねスパッツかなんかを合わせてもらうとすごく着やすい1枚になるんじゃないかなと思っていて、ちょっとあとこのくすんだベージュの感じもすごい可愛いなと思ったし、あとウエストというか腰の部分にですね2つポケットがアクセントでついております。実用性はもちろんですけどデザイン性もって感じですかね。でこれかなり薄手で軽くてちっちゃくなるので、なんかキャンプとか旅行の時の着替えとして持って行ったりね温泉入ったりするんですけど、キャンプの後なんかそれ着替えた後の1枚湯上がりの1枚なんていう感じもすごくコンパクトになるし、もうさらっと汗もね吸汗速乾も素材もいいなと思って購入してみました。じゃあこちらも着てみましょう。はい、着用してみました。 L サイズを着ております。やっぱりね着てみたら丈感が膝小僧までの長さだったので、ちょっと生足でね出すにはねアラフォーには厳しいかなということで、スパッツを履いております。あ、でもすごいね軽くて楽で着心地も良いのですごい、着心地抜群ですね。結構シルエットもゆったりとしているというか、なんかテローンとほんとカジュアルな感じが気持ちいい感じなので、逆にね生地がテロッとしてるからなんかいいっていう感じですね。あんまりこれ張り感があるとなんかパシってなっちゃうから、そのカジュアルの緩さがなくなってしまうんですけども、生地感の感じもほんとすごくいいと思います。これを1枚で着てしまうとなんかちょっと物足りないというか、そういう感じはあるので、なんかこういう白いね明るめのキャップとかかぶってもらったら、黒とかでもいいかなと思うんですけども、なんかキャップを1個足して、で斜めに、なんかサコッシュとかショルダーバッグとかをかけてもらうと、すごいカジュアルで緩いコーデが出来上がるのでいいじゃないかと思います。ただあんまり売ってるお店見かけないので、磨けたら要チェックでございます。はい、それでは続いて路面店のワークマンプラスで購入したものを紹介していきます。まずはこちら、じゃじゃーん、来ました、ワークマンお得意のプリーツスカートでございます。こちら、新作のアクティブプリーツスカート、価格が1900円になっています。でこちらは大人気のプリーツスカートのそこから変形して生まれたもので、表面生地がメッシュになっています。ちょっと軽やかな感じがありますよね。裏返しにも実はすることができて、リバーシブルで2通り楽しむことができます。さっきのメッシュの方ではダメだったんですが、でこちらのつるんとした面を前にしてもちろん着ることもできるんですが、こちら側つるつるの方は撥水加工がかかっているので、雨の日なんかはこっちを前にしてもいいですね。ちなみに裾はこういう感じになります。ちょっと下から覗く感じになりますね。ではこちらも着用してみたいと思います。はい、着用してみるとこういう感じでございます。L サイズを着用しています。でウエストがゴムで、あと紐でこう調節できるような形になっています。長さはくるぶしのちょっと上かなっていうぐらいで、あ、これすごく夏らしくてね、本当に黒に合わせたりするときれいめに着られる感じがすごくいいですね。でもともとある撥水のライトプリーツスカートよりもやっぱこれちょっとメッシュになってたり、生地感がやや薄め、薄めといってもそんな白だから透けるかなとか、でもね全然透ける感じもなく、そんなめちゃくちゃ薄いってことではないんですが、前のものに比べるとやや薄手ではあるので、多分ね涼しくて夏でもねすごい快適に過ごせそうなスカートになってます。ちょっとホワイトのプリーツのロングスカートっていうとちょっと女性感が強すぎるアイテムかなとも思ったんですが、上にね、黒とかを持ってくるとちょっと引き締まるカラーでもあるので、すごく着やすいかなというふうに思います。ホワイトのねロングスカートは今季いろいろ利用していきたいなと思っております。はい、続いて購入したのがこちらでございます。じゃじゃーん、UV カットのパーカーでございます。こちらクール UV サンシェードパーカー、価格が1900円です。 UV プロテクト、紫外線の遮蔽率が 95% 以上という感じになってまして、これね着てみると UV カットもストレッチも効いてる、なんかテロテロとした柔らかい素材で、さらに吸汗速乾、接触冷感も、あとフェイスガードとかもついてるということで、こうフードのつばつきもにもなってるし、この口のあたりをね覆うこともできるフェイスガード付きとなってます。で結構今はまだはそこまで暑くないですけど、本当に日差しが強い季節になってくると、服を着てないよりも肌を出すよりも肌を隠した方が涼しく感じる季節ってあるじゃないですか。もう本当の真夏のギラギラの時なんかね、そういう時にいいかなと思って1枚購入してみました。本当は L サイズがいいなと思って、これ LL しかもうなくてですね、お店の方に注文できませんかって聞いたら、もう少し季節的に早ければ注文できたんだけども、ちょっと在庫があんまりなさそうとのことでですね、注文することができずで、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとお気分にはいいかなと思って購入しました。でね、着てみるとやっぱりねちょっとね涼しく感じる、冷たいんですよね生地がね。で LL なんでもうかなりこんな感じで手が隠れるぐらいなんですが、ここにね一応指が出るサムホールでしたっけがあって、こういう風にやると手の甲もガードできるようになってます。なんかホワイトだと結構ほんと綺麗に着られるので、なんかねこういう時に1枚冷房が効いたお店に行くと寒かったりするから、カーディガン代わりになんかこういう風に1枚持っててもなんか使いやすそうな感じもしますね。でなんかこれ LL で大きいかなと思ったんですけど、ホワイトということもあって、なんかロングのちょっとカーディガンみたいにも見えるし、このねホワイトブラックの組み合わせにもすごく合うので、冷房がちょっときついななんていう時に1枚持っとく羽織としても良さそうですね。私ねこれね使うの絶対ね洗濯物干す時かなと思っていて、朝起きて結構ギラギラの太陽の下で洗濯眠いメイクしながら干そうっていう時にどうしてもね日焼け止めをやる手間がめちゃくちゃ面倒くさいと思ってしまうタイプなので、じゃあちょっと洗濯物干す時もこれ1枚パッと着て、なんならちょっと顔のあたりもこうやってカバーをして、干しちゃえばいいかななんていうね、そういうねちょっと便利アイテムみたいな感じで使おうかなとも思ってます。なるほど、これちょっと白だから化粧がつきそうで、今ちょっと口紅もしてるのでちょっと前に浮かせてますが、上まで締めるとこういう風に顔もガードできる感じですね。すごいねこれ。でかなりフードも深めです。これつばが前に出るので、このスタイルだったら洗濯干す時ね、日焼け止め塗らなくても顔も化粧してなくても全然安心してね、洗濯紫外線気にせず干せるからね、これすごくいいんじゃないでしょうか。カラーだと結構ねビビッと何色だったかな、オレンジとかブルーとかピンク系とかもあったと思います。あとここまでフェイスガードがあるタイプじゃないのもあって、まあ、フードがついてるけどフードもここまで大きくないタイプがあって、それはねまた商品が違うんですけど、似たような UV カットのパーカーで、それはね淡いグリーンとか淡いパープルなんかもありますね。うん、でもなんだかんだでこれめちゃくちゃ使えそうな一着でございます。はい、続いて紹介するのがこちら、じゃじゃん、靴下でございます。ワークマンではやっぱり靴下系も非常に力を入れていてですね、これメンズのものとレディースの私のものを購入してきました。で、これがね、夫の浜さん用で、綿と麻が混合されてるやつですね。吸汗性に優れベタつきにくく快適ということで、3個セット780円です。これねもう消耗品だから本当にいいし、やっぱね麻が入ってるだけあってちょっとね通気性とかもすごい良さそうな感じで、色味もちょっとくすみカラーが可愛い感じです。で同じシリーズでレディースでも出てましたので、私もこの綿麻のタイプを買ってみました、スニーカーソックスぐらいの本当に短いタイプですね。こちら安い199円です。割とこういうの、まあ、100均でももちろん売ってはいるんですけど、100均のよりはやっぱり全然しっかりしてるし、あと麻も入ってて、綿と麻がちゃんと入っている。結構ね安いやつだとポリエステルだけだったりもするので、やっぱり天然素材の方が私は下着はいいなと思っていて、大体他のあとメーカーさんだとやっぱ3足1000円ぐらいが多い中で、199円はねすごく安いかなというふうに思います。はい、あとですね柄物のソックスもワークマン199円で購入しました。このね淡いカラーの紫もいいし、このリブの感じもすごく可愛いなと思って、で結構私紫色のもの今季ワークマンでいろいろ買ってるんですよ。 T シャツであるとか、さっきのパフスリーブのワンピースであるとか、そういう時についサンダル合わせがちなんですけども、ワークマンのおしゃれ番長のもう本当によくねコーデをしてくれる動画出してくれてますけれども、おしゃれ番長がサンダル履く時にやっぱり同系色の洋服となんかちょっと洋服の中から一部のカラーを抜き出してサンダルの中に靴下履くとすごくおしゃれになるよって聞いたんで、これそれで実践してみようかなと思って購入してみました。はい、あと最後のお買い物は完全に実用品でございます。こちらじゃじゃん、ニトリル使い切り手袋、こちら M サイズ100枚入りで980円購入してまいりました。これは食品加工とか調理作業におすすめっていう風に書いてある、まあ、使い捨ての手袋なんですよね。こういう感じのものになってます。で、ちょっとゴムで割と手に密着するような感じで使いやすくて、で、まあ、もちろんなんかお肉切る時とかにも使ったりも調理の時にも便利なんですが、私とかあと私のねうちの長男がですねすぐ手荒れしちゃうタイプなんですよ。お風呂に入った時のシャンプーとか、シャンプーもかなり肌に優しいものには変えてるんですが、それでもやっぱりねできるだけ石鹸の接触を減らしたいなっていうことで、こういうのをね使ってねお風呂入ったりしてます。ちょっとね手袋してまでお風呂入るってそんなひどいなって、もうね本当気をつけないと本当にあっという間にひどくなるので、自衛のためにこういうものを使ってるんですが、これね何回か使っても割と1回で使い捨てにせず2回3回なんかとも使えたりするので、消耗品なのでストックして購入してます。こういうの100円ショップなんかにももちろん安く売ってはいるんですが、そういうのってねこれねニトリルとかじゃなくてただのビニールだったりするとやっぱりね脱げやすかったりだとか、あとゴムのタイプもあるんですけど、すぐね先端がね硬くなっちゃったり破けちゃったりもするんで、ワークマンだとしかもこれ100枚入って980円という値段の安さもあるので、こういったものを実用品としても使っております。はい、というわけで今回はワークマンプラスワークマン女子のお買い物をご紹介いたしました。ちょこちょこ買っていくって感じなので、まとめて1ヶ月分ぐらいになるとドーンと爆買いみたいな感じになりましたが、ちょっとね今ね梅雨寒で寒い季節も続いておりますが、これからね梅雨明けたら半袖のウェアとかね着ていくのすごい楽しみです。ぜひ皆さんもお近くのワークマンに行ってみてください。私のチャンネルでは他にもワークマンの店内レポや新作の紹介などしております。そちらも併せてご覧ください。あとはサブチャンネルのサリーのキャンプチャンネルの方ではキャンプ場の情報や、あとワークマンのキャンプグッズの紹介もしております。そちらも併せてチェックしてみてください。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他、Twitter、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。